こんにちは、堀ひろです。今日はですね、ちょっとまたたまには古い写真をあげようかなと思ってます。南明法蓮華経の、古い写真がいくつかありますんで、あと南無阿弥陀仏をね、ちょっとついでにね、ちょっとあげていこうかと思います。で、南明法蓮華経からちょっとあげていきます。このね、初代堀宇野さんの脱期のお百入ってる方なんですけど、この宗有はね、初代なんですけど、でこの字と術は多分2代目が彫ったと思われます。これ、個人的にはすごい好きですね。宗有の真ん中に彫るこのタイプは、自分が持っている資料ではこの人のが一番古いのかなって感じの資料で、これはね、結構字も上手だし、なかなかいい彫り物ですね。両腕が龍で、背中が脱臼ですね、この方。で、もう一枚、初代堀宇野さんの。この写真はなかなか出てこないんですけど、戦車札で有名な近坊さんの背中です。これもね、日蓮宗の、彫り物ですね。斜めにね、南明法蓮華経と入って。これはね、結構レアな。なんか版画の方ではね、近坊さんの背中って残ってるんですけど、実際の彫り物の写真っていうのは本当にあんま残ってなくて、フロント側はね、結構残ってるんですけど、数珠だけこう入ってて、この方は甲羅彫りで腕とかは入ってないんですよ。で、前にこう数珠だけあって、で背中の写真がね、なかなか出てこなかったんですけど、これがね、近坊さんですね、背中、初代堀宇野。北斎のね、多分このこういうのを題材に、日蓮宗のね、結構浮世絵でも、北斎がよく描いてますね。龍とこの日蓮の人と、あとはすごい大きな絵で鬼と日蓮宗の絵とか、北斎の肉質画でよく見る絵ですね。最近はあんまりこの題材は現代ではあんま見ないかなって感じですけど、この北斎のこれは背中に入れたらかっこいいと思いますけどね。この絵に南明法蓮華経を斜めに入れたりとかすると結構かっこいいのできそうですけどね。一回はやってみたいですね、この図柄は。で、あとはこれがおそらく東大に眠ってると思われる、標本ですね。福士博士がおそらく剥いだやつだと思います。この写真も結構珍しいですね。なかなか出てこない、写真です。ちょっとね、画質がちょっと荒いんであれなんですけど、これも南明法蓮華経で、あとはですね、ちょっとこれはネットに落ちてたやつなんですけど、ちょっと古そうですけど、でも言っても1970年代ぐらいかな、これは。ちょっと抜きで字だけだとちょっとやっぱ寂しいっすね。家紋が入ってますね、立花の家紋と南明法蓮華経ね。あとは三代目堀吉さんですか。この写真はでもすごい好きですね。かっこいいですね。蛇自体は三代目堀吉さんだと思いますね。腕は江戸の彫り物っぽいんで三代目ではないと思いますけど、この蛇自体はおそらく三代目堀吉さんのね。顔がやっぱかっこいいですね。で、あとこれも三代目堀吉さんの、これもね、なかなかうまいっすね。絵がすごい上手で渋いです。やっぱ斜めにこう入れた方が大きく取れるというかね、縦に入れるより。
で、あとは、このね、南無阿弥陀仏。これは二代目保留のさんの南無阿弥陀仏ですかね。たまに雑誌、古い資料で出てきますね、この方の。墓石と幽霊って感じですかね。で、これもちょっと古い写真で、南無阿弥陀仏。これ多分数珠が入ってるのかな、これ南無阿弥陀仏に。こう斜めにこう数珠が入ってて。結構珍しい写真です、これも。今回はね、この南無妙法蓮華経と南無阿弥陀仏。字の彫り物ね。紹介しました、古いので。またたまにね、こうやって古い資料を上げていきますんで、チェックしておいてください。今日はこんな感じで終わります。それではまた。